はい、諸君こんばんはです。中学3年生ですね。テストに出る二次方程式の解き方っていうパターンでございます。次回まとめのテストだよね。これに二次方程式の解き方、いろいろなものを出そうかなって思ってます。それで一つ一つ少しずつね、ほんの少しですが、パターン化して持ってきてみました。ただ、今日配ったところの、6番の平方を完成して解くよというやつだけは出さないよとしました。ちょっとねこれね難しかったりして、あとは、補習クラスはやってない場合もあるので、ね、これはなしなしで7番まで出すことにいたします。よろしくね。ではまずは平方根の考え方から解くパターンであります。これちょっとね厄介だったりもするんだよね。さあ x の2乗が64、つまり2乗すると64になる数なんだってことだから、64も平方根ですよね。プラスマイナスが必ずつくわけ。2乗すると64になるのは8ですよ。8波64ですから、だからプラス8とマイナス8ということなのね。なのでプラスマイナス8と言ってしまえば OK。 これも同じような考え方、つまり x-4 がプラスマイナス、これね、平方数じゃないんでルートをつけてあげるんだよね。プラスマイナスルート15ですよ。でマイナス4を移項するパターン、 x は、プラス4プラスマイナスルート15、これで計算もこれでできないんでね、おしまい、こういうことですね。はい、次はどうしましょう。実はこれもね移項するんです。3x の2乗イコール5として x2 乗イコールという形にしたいんだよね。それなので分数に1回してあげます。そしてルートをかけてあげます。 x イコールプラスマイナスルート3分の5なんだけど、分母にルートがいるんだよね、ルート3っていうのがね。だから有理化をしてあげなくちゃいけないわけ。ルート3分のルート3をかけてやってください。すると x はプラスマイナスルート3かけるルート3が3だよね。ルート5かけるルート3でルート15。はい、おしまい。こんなような流れであります。さあこの真ん中のところは因数分解による解き方、これだったね。左辺を因数分解します。まあその前にイコール0になっていることを確認しようね。かけて6足して5ですから、2と3でいいですよね。はい、ですので x はこれが0かこれが0かなのでマイナス2とマイナス3、これはね x イコールマイナス2 x イコールマイナス3と書いてもらっても全然大丈夫、どちらでもいいよね。ただここら辺にねカンマちょっと入れて仕切っておこうかね。はい、縦に書くともしかしたら、間違いにくいかな。ほらこんな書き方でもいいよね。次です。これも因数分解、かけて30、マイナス30ね、足してマイナス7だから10と3でいいんじゃないかな。 x-10 x+3、 いいね。 x イコール10とマイナス3、どうでしょうどうでしょう。こちらも因数分解なんだけど、これは x でくくるしかできないパターンね。 x+3 イコール0っていうパターンなのよ。でこのパターンはこれが0かこれが0かなので x は0というのが一つ出てくる。 x イコール0、そしてこれが0にするためにはマイナス3だよね。こんな形なんです。3と9がいるので3で割れるから1回方程式は同じもので割ってあげないといけない。だから x の2乗マイナス 3x イコール0、まずここに持ってきてください。で x でくくります。 x カッコ x マイナス3イコール0、ほらこの上と全く同じ問題になったよね。ですので答えは x が0と3、こんな形なんだな。さあ次はどうなんでしょう。これね裏技なんですよ。裏技でカッコの2乗にしていくパターン、どうしてかっていうと、これが 2x の2乗、
そしてこれが3の2乗。2乗2乗できてたら必ず括弧の2乗になるから括弧の2乗にするんだけど、元の数字、この元の数字ね、入れて真ん中がマイナスプラスだったらプラス、マイナスだったらここをマイナスにしてやってくれ。これで完成なんですよ。するとこれが0にするためなので、 2x プラス3が0になるためには x がいくつかな。ちょっと移行してみるよ。マイナス3だよね。だから x はマイナス2分の3という形で出来上がるんだ。この時に0は来ないからね、括弧の2乗になったら答えは1個だけ。0が来るのはこのパターン、 x 括弧ほにゃららってなったら0となんとかっていうパターンね。よくミスあるのよ、気をつけてね。さあこれね、括弧の2乗になろうかと思いきや、3333で割れるから1回3で割っちまうのよ。x の2乗プラス 7x プラス12イコール0。ほら、こりゃ綺麗な因数分解だよね。3412なので x プラス 3x プラス4イコール0だから x はマイナス3とマイナス4でできちゃうわけよ。さあ最後に1個だけ残ったんだけど、これは二次方程式の解の公式で解くパターンね。なぜかというと、まず因数分解できない、かけて1、かけて1って僕ら知ってるのは1か11かける1、あるいはマイナス1かけるマイナス1しかないので、3にはならないんだね。因数分解できない、どうにもなんないと思ったら解の公式を使いますね。AX、AX の2乗プラス BX プラス C イコール0の時に X は 2A 分のマイナス B プラスマイナスルート B 2乗マイナス 4AC で解けるんだよっていうことです。 A が今ここ1、 B が3、 C が1だね。入れてみるよ。 X イコール2かける1分の B が3だよね。マイナス3プラスマイナスルート3の2乗引く4かける1かける1だね。ですので X は2分のマイナス3プラスマイナスルート9マイナス4。わお、出てきたね。 X イコール2分のマイナス3プラスマイナスルート5、完成ということで、まあ、たったの一問で申し訳ないですけど、解の公式使ったもの出ます。ただし、今回初めてのテストなので、しかも夏休み中と来たもんなんで、解の公式は解であります。この公式が。ですので、当てはめるだけで、なんとか頑張って得点を取ってくださいっていうか、簡単だよね。当てはめるだけでね。というものでございます。さあ、次回まとめのテスト、頑張りましょうね。水曜日ですよね。明日の日曜日はお休みです。あさっての月曜日に、夏期講習第3回目がありますので、あさっての月曜日ね、多くの方は朝、お会いいたしましょう。で、それではね、頑張っていきましょう。ではー